情報検証研究所、これマスコミのいろんな報道とか政府の公表資料などについての検証活動をやっています。で、公表できる中身を岸さんと大体発表してますけども、議論のさらなる詳細、さらなる意見交換とか、その検証レポート作ったりとか提言を出すといったような活動をオンラインサロンの情報検証研究所でやってますので、もしご関心あれば、こちらご覧いただければと思います。っていうか多分その部分も一応事前に言っといた方がいいから言っとくと、これから原君と議論する内容で分かると思うけども、今回のコロナ対応を見れば分かるように、今1、政府の政策めちゃくちゃです。2、自治体もめちゃくちゃです。3、メディアはそれを全く報じてませんと。で、このめちゃくちゃが多分コロナ対応これからずっと続く中で、変わんなかったら、これマジで日本、経済、もう経済以外も結構大変なことになるなと思うので、やっぱりこれね、真面目に、これだけ政府自治体がひどいと分かった以上は、やっぱり民間の側から具体的な政策提言をして、でそれをちゃんと、根回しもしまくって、正しい政策を実現させるしかないなというのは実は最近痛感してます。で、そういうことで、この情報検証研究所のオンラインサロンでは、単純に問題点議論するだけじゃなくて、もう具体的な政策を僕ら民間の側で作っちゃって、それが政府絡みか自治体絡みかともかくとして、もうこっちはそういう政治の根回しは慣れてますから、そういうのをフルに使って、実現するということをやりたいと、その活動をこれから本格化したいと思ってますので、このコロナ対応を含めですね、政府とか自治体の対応に問題があると思ってくれて、でちゃんとした政策を実現したいという人はぜひ、このオンラインサロンに関わって僕らと議論してですね、新しい政策を作るというのを手伝ってもらえればなというふうに思ってます。はい、情報検証研究所です。2月の5日です。よろしくお願いします。お願いします。で、今日まずコロナの緊急事態宣言の延長の話からしたいと思います、はい。で、2月の7日までだったところが3月の7日まで、10都府県で延長になりましたと、はい。で、栃木県だけ外れたわけですが、で延長になるところについては、20時までの夜の8時までの営業時間の短縮要請を継続をし、テレワークの7割削減、これさらに徹底をしますと。で、不要不急の外出の自粛の徹底とか、イベントの開催制限をさらに継続をしていくということになったわけです、うん。で、ちょっと先にデータを見ちゃいますとですね、はい。で、新規感染者数の数字で見ると、これ東京、首都圏の数字ですが、まあ、大体これもう前回も言ってましたけども、1月の上旬で、新規感染者数の数字はもうピークに達して、で下がってきてるわけです。これ近畿についても同じですね。それで、これその次 の、 この入院治療などを要するっていうか、このグラフなんですけど、これ厚生労働省 の、 アドバイザリーボードで、結構面白いというか有意義なデータを出していて、でこれは新規陽性者数と、それから入院治療をする人、それから重症者の数って、まあ、並べてるデータで、あんまりこうやって全部きれいに出しているものってなかなかなかったんですけども、まあ、これで見るとですね、この新規感染者数、陽性者数が1月の上旬のところで、これ移動平均で見てもピークになって、で、入院治療している人、でこれも1月の半ばですね、13日とか14ぐらいですかね、まあ、この辺でピークを打って、もうこれ明らかに下がってきていますと。それから一番最大の問題の重症者のところで、これがやっぱり、ね、どんどん増えていくと、それこそ重症者の病棟が足りてないっていう、ずっと言ってるその医療提供体制の問題なんですけど、でそこに引っかかってきちゃうんで大問題だということだったんですが、でこれも前回その新規感染者の数がピークを打ったことから考えると、これ前回岸さんとやったのは1月の25日に収録しましたけど、でもうこの辺で大体ピーク打って下がっていくんじゃないのかと。でそうすると、で言ってたのが、まあほぼそんな感じに見えますというのは、これが今のデータですね。で、まあ、そこまでのところでどうでしょう。うん、だからまあある程度は、俺らみたいに専門家じゃない人間でも、まあ大体過去の傾向から予想がつくんだけど、その通りの推移になってるから、うん、まあとりあえずは方向としては悪くないんだけども、問題はそういう中でも結果的に1ヶ月間緊急事態宣言を延長しましたよねと。これをどう評価するかなんだよね、うん。で個人的には
まあ、今年はオリンピックもあるし、とにかく徹底的に抑えたいということで、安全サイドで、まあ、1ヶ月っていうのはやむを得ない面はあるのかなという気はするんだけども、じゃあ逆に言えば、なんで1ヶ月、これだけ新規感染者が減ってきた中で延長する必要があったのかっていうと、やっぱり医療崩壊を防ぐためっていうのが一番大事なポイントのはずなんだよね。で、じゃあ、この医療崩壊っていう観点から逆に、見てると、すごく不思議に思うのは、新規感染者数は明確にピークを打ちましたと。入院者数のピークを打ちましたと。で、おそらく1月の下旬段階で重症者数のピークを打つはずだよなと。でも、未だに少なくとも報道レベルでは、病床が足りないと。特に重症者のと。で、大変だっていうことが、言われていて、実際病床の使用率見ても、東京なんかは相変わらず高いよねと。じゃあ、なんでいろんなものがピークを、過ぎた後なのにもかかわらず、まだ重症者とかの病床の使用率が高いままなのかっていうと、結局はこれ、明らかに、新規で、重症者の数が減り出していることを考えると、やっぱり供給側の問題、つまり、十分に重症者用の、ベッド、病床が、確保されてなかった分に問題があるんじゃないのか。そう考えると、じゃあその責任、原因は誰にあるのかっていうと、少なくとも東京に関して言えば、やっぱ東京の首長である、小池都知事がそこをしっかりやらなかったっていう部分はあり得るだろうし、もう一個言えば、医師会。で、要は医師会がいろいろ、まあ、メディアを通じて毎日毎日いろんな、提言、警告を発していたけども、じゃあ医師会が本当に、自治体の首長と協力して、民間の、病院の病床、つまり日本の、病院の8割は民間だから、で、そういう民間の、ベッドをしっかり、重症者を確保するっていうことをやってきたかっていうと、多分そこがおそらく、これ証拠がないから推論になっちゃうけども、不十分であった可能性が高い。だからこそ、いまだに重症用の病床使用率が高いのかなっていう気はするんだけども、それどう思う？いや、これもうまさにそうで、で、その病床の数自体は日本はもう世界で突出して多いのに、なんでこの医療崩壊になるんですかって話をもう11月か12月ぐらいからずっとやってたじゃないですか。だからずっと言ってるじゃん。ね、で、ずっと言ってるのに、そこのがまだ解決してないからこうなっちゃってるわけですよ。で、これ、もう一つ、これ資料で、自治体ごとの医療提供体制の、データっていうのが、これまた厚生労働省のアドバイザリーボードの資料で出ていて、で、これももう見るとね、もうすぐ分かるんですけど、この左側が入院患者の病床使用率で、からもう一つ右に行くと、これ重症者の使用率なわけですね。で、その東京はどうなってるかっていうと、まあ、入院患者の方は60%ぐらいなんだけど、もう重症者の病床使用率っていうのはもう100を超えちゃって、大変な状態になってますと。で、これなんでかっていうと、重症者の病床数が500しかそもそも確保してないからなわけですよ。だからこれ、100%とかね、もう何十パーセントとかって大変だっていうんだけども、なんでその状態になるかっていうと、この分母のところ、確保してる数が少ないからですよね。で、この東京が明らかに少ないっていうのは、例えばこの次の、ページのこの大阪と見比べるとよく分かって、大阪は重症者の病床数を422確保してるわけです。まあ、だからそんなにね、大変な状態になってないんだけども、で、人口比で比べたら、ね、大阪は9000万人で、東京は1億3000万人でしたっけぐらいだから、まあ、明らかに足りてないわけですね、東京の重症病床者数の、じゃあの、その病床が。っていうね、だからそこの問題が結局解決できなかったと。そう、だからそこの部分が多分本質的な問題のはずだよなと。で、じゃあ東京の側で重症者用の病床用の確保は遅れた理由は何なのかと。これ、まあ、はっきり言えば誰が悪いのかってレベルになっちゃうんだけども、これさ、一回しっかり検証しておかないと、また同じようなことが起きたときにさ、同じ騒ぎになって、また次、仮にどっかで、感染者がダーッと増えた場合には、また同じことを繰り返すっていうバカなことになりかねないんじゃないのかなって。いや、もう全くそうだと思いますね。それで、まあ、事後的な検証もおっしゃる通りだし、それからね、重症者の病床ってまだこれから完全に減っていくと見えてるわけじゃないから、まあね、まあね。今からでもちゃんと確保すべきだと思いますよ、これ、東京都は。東京都の重症者病床の確保はもう明らかに少ないんだから、もっと頑張ってほしいと。そう、だからそういう事実があるにもかかわらず、そう考えるとなんか一方で腹立つのがさ、マスメディアはさ、
なぜか小池さんはさ、頑張ってる、いい人側に扱っちゃってるし、で、なんか日本医師会もさ、すごく大事な提言をしてるさ、なんか、ヒーローみたいな感じに扱ってるけども、それ違うんじゃねえかと。だからマスメディアがバカみたいにさ、菅政権の批判ばっかりして、確かに政権も問題多いわけだ。西村大臣は全然動き遅いしさ、お手こちだからさ。でも、やっぱり、都知事とか医師会の側も問題あるぜと。そこを明確に言わないでさ、なんか、一箇所政府だばっかり非難するっていうのは、これ本来おかしいよな。それじゃ明らかに問題解決しないから、だからそこをなんとか変えていった方がいいんじゃないかっていう、変えてもらわないと困るようなって気はするんだけどね。そうですね。まあ、しょうがないなとは思う。まあ、まあ、ともかくね、この東京の重症者病床、これはもうちょっとやってもらうっていうのは、これやらないといけない。まあ、これなんか一応、この資料にもちょっとだけ出てるんですけども、なんか東京はデータの取り方が違うから、東京都の基準だと64%だとか、まあ、いろいろ言ってるんだけど、まあ、ともかくこれ、さらに確保しないといけないし、それからなぜこれだけの時間がありながら、できてなかったのかっていうのは、岸さん言うように、それちゃんと検証しないといけないという、これはもっと強く言っていかないといけないかなと思いました。大阪はもうさ、去年の夏ぐらいの夏秋の段階で、公立病院をさ、コロナ専用にするとかさ、で、あとはそれ以外にも、コロナ用の病床を作るとかいろいろやってきたじゃん。で、東京に関してはそういうのは少なくとも、全然聞こえてこなかったから、やっぱそういう早めに対応した準備というか対応の差が今になって現れてるって気がするんだよね。だからそう考えるとコロナはまだ終わったわけじゃないから、もう、今からでも遅くないからやることやれっていうふうになるよな。いや、そうだと思いますね。知らないよな。まあ、それで結局、そのツケが回って、その飲食店の、その時間短縮要請だけはずっと続いちゃうと、もうだからこれもね、本当は延長するんだったら、この8時までとかね、こういう確率的にはやめた方がいいんじゃないのかなって、まあずっと言ってたんですけど、まあ、ここもしょうがないですね、こうなっちゃいましたね。しょうがないけども、結局さ、医師会の側はさ、正直そんな、ちゃんと実際の病床確保を頑張ってなくて、意見ばっかり言ってましたと。で、都知事も明らかに不作為はありましたと。で、そのツケをさ、飲食店が負うっておかしくない？そのツケをさ、飲食店とか中小企業とか国民が一方的に負うってさ、これめちゃくちゃだぜ、はっきり言って。だから、言い方悪いけども、そういう不作為を、明らかにしてるなって思われる人がさ、まあ、表現悪いけども、潰れそうな飲食店に損失補償してほしいよな、という気はするよな、おかしい。そこをもうちょっと引き続きその検証とかね、やっていかないといけないと思うので、これまたやりましょ政府も支援も弱いから、多分この一点でまたさらに多くのところが潰れると思うから、これいずれ数字に出るだろうから、しっかり検証する必要はあると思うんですね。コロナはあと何かありますか？やっぱそんなもんだね、とりあえずいいですね。か？それで、あと、もうちょっと今日あと1つか2つあるんですけど、もう1つが電力の話。で、電力市場の話って、市場の価格の高騰がもうとんでもないことになっちゃいましたっていう話が、まあ、時々報道で出るんだけど、あんまりその一般のその電力ユーザー、消費者にはかかってこない話だから、そんなに気にされてない人も多いんですけど、あれ実は結構今ね、その重大な局面だと思うんですよね。それで、これまたちょっと先にデータを見ちゃいますと、まずこの、電力の、スポット市場って卸取引市場です。で、これ通常大体10円弱なんですね。7、8円とかもう9円とかそれぐらいなんですけど、で、それが、年末から急に上がって、で、100何十円とかね、一番最高の時だと250円までいっちゃいましたというのは、とんでもない価格になりましたという話になっていて、で、これ今、新聞報道とかだと、大体、なんでこんなことが起きたかっていうと、寒波が来たからですと。すごい寒波が来ちゃったんで、電力需要が伸びて、で、太陽光の出力も、天候が良くないから、太陽光も出力が低下しちゃって、で、こんなことになっちゃったんですって言うんですけども、で、これ実は全然間違いで、で、全然間違いですよっていうのを、2月の3日に、河野大臣のところで、再エネについての規制改革のタスクフォースってやってて、で、それ私も委員をやってるんですけど、で、それまずその説明全然間違いですよという話をしました。で、その時に出した資料がこれなんですけど、で、まずね、その今年の冬は厳寒だと、すごい寒さだって言われてるんだけども、これもう過去の数字を取ってみると全然そんなことないわけですよ。まあ、
確かにその寒い時期があったことはあったんだけど、別にその何年かに1回来てるようなレベルの話であって、基本的な感じだよね。まあそうなんですね。それでこんなの想定して、通常ね、その電力 の、 そのエネルギー需要 の、 あの対応してるのは当たり前でしょうという話。それからその次のところが、太陽光の出力がなんか天候が悪くってもうすごい低下しましたみたいなこと言うんだけども、これ全然嘘で、これむしろ増えてるわけですね。増えてるんだ。うん、あの1月の6日から12日っていう、まあ、あの、まあ、まさにその、需給が逼迫しちゃって大変だったって言われてる時期の数字で、うん、あの4年間分比較をしてみると、まあ、あの明らかに増えてるわけです。だから もちろんその地域差があったみたいな話はあるんだけども、その全体として太陽光が出力低下したから需給が逼迫して、であの価格が20倍にもになっちゃいましたっていう話では全然ありませんでしたと、うんうんうん、いうことなんですね。それで、まあ、なのでまずその世の中で言われている説明は間違いですと、うん、で本当の原因何なのかって、これなかなかまだ分かんなくって、まあ、それでその2月の3日に会議やった時にも、経産省でちゃんと徹底究明してくださいねと、原因の究明やってくださいねという話をしてるんですが、うん、であのまあ、ともかくね、その今明らかになっていることっていうのは、あの売り切れになっちゃったんですね、市場で、うんうんうん、で売りと買いの関係でもう売りが完全に切れちゃって、あの売りの入札がもう急減したんですよ、12月から。なぜか12月末に、うん、でその結果、この次のグラフで出してるやつが、これあの需要曲線と供給曲線のなんかの経済学の基礎みたいなやつなんだけども、これがすごい異常なことになってましてね、うん、あの供給曲線があのあるところで垂直になるわけです、はいはい、これ要するにその売りがなくなっちゃいましたという状態になって、うん、であの12月の末以降何が起きたかっていうと、この垂直になったところで需給が交わるんですよ。だからあの売り札の一番高い値段ってあのせいぜい数十円なんだけども、それがあの交差する点では200円で約定しますと、っていうね、あの異常な状態になって、それでこの高い価格になってるんですね。で この、 あの売りの入札がなんでこんだけ減っちゃったのかっていうのをここ究明しないといけなくって、それでその LNG の、 あの国際市場であの逼迫してこういった問題が起きたんですみたいな話があるんだけども、まあこれただあの根本的に言うと、その LNG の在庫がどれぐらいあるのかとかね、そういうの情報がまず全然開示されてないわけです。でもね、LNG の価格が上がったからっていうことをなんかそももっともらしく言ってるけども、うん、本来 LNG って実はさ、当然タンカーで輸送しないとまずいからさ、すごい時間かかるから、うん、それ全く意味がない話なんだよね。うん、まあ、それ確かになんかね、足りなくなっちゃって、その在庫切れになっちゃってみたいな話はあったらしいんだけれども、でもそれがその、なぜね、ここまでのその売りの入札がもう完全になくなっちゃうと、急に切れてしまうというところまでつながったのかって、うん、まあ、ここさらに究明をしないといけなくって、で、やっぱりその問題は、今のその電力市場の構造って、あの自由化をしたとは言うんだけども、やっぱりその大手電力が寡占状態っていうのはまだまだ続いてるわけですね。これ発電の市場では8割を大手電力が占めてる寡占市場で、でなおかつその発電と小売って一体なわけですよ。あの発送電分離とかって一生懸命頑張って、あの送電会社のところは切り離したんだけども、その発電と小売のところっていうのは同じ会社でやっていて、で、まあ、あの東電と中部電力はあの別の会社にしたので、まあ、とはいえその同じホールディングスなわけですよね。でそうすると、まあ、あの寡占的でありその、売りと買いと両方握ってる事業者さんが、まあ、情報も持ってで、この市場での取引をやってるって、まずかなりこういびつな構造なんですよね。でそういういびつな構造の時には、その河川事業者のやってる取引についてきちんと情報を開示するとか、うん、さっきの LNG の在庫なんかについてはデータをちゃんと開示するとか、そういうルールを相当精緻に作っていかないといけないんだけども、で今回やっぱり、ね、この問題が起きた大あの根幹はこの市場の設計をちゃんとやってなかった。だよね、まあ、だからこの、ね、もう市場が壊れちゃって、あのもう針が振り切れてめちゃめちゃな数字をつけてますみたいな状態が1ヶ月続いちゃったということなんですよね。いやだからさ、この供給曲線が垂直になるってさ、実は本来ありえないことじゃん、うん、でなんでそうなったのかっていう、多分いろんな要素は考えうるけども、やっぱり少なくとも人為的な部分は絶対あるわけだ。でじゃあその人為的な部分で、まあ、この供給側で多分 大電力会社が占める割って結構大きいと思うんだけども、じゃあ彼らが悪意を持ってやるかって、多分そんなことは絶対ないんだよ、うんうん、
で、ただ逆に言えば、電力会社って自分も付き合えるから分かるけども、やっぱりとにかく絶対安定供給を維持しないとまずいということで、かなり行動現実や安全サイドを見るじゃん。だからそういう中で、まあ、いろんな条件重なっちゃって、で、やっぱり瞬間的に気温が低いところがあると、それで、まあ、安全サイドっていうことからいろんな行動を本人たちは全員のつもりでやっちゃうと。でも結局それが、マクロで全体集まる中で、だんだんおかしなことになっちゃって、こういうわけでわかんない供給曲線垂直っていう恐ろしい状況が出ちゃうと。で、じゃあ、そうなった場合、市場は明らかにこれ失敗してるわけだから、どう補正するかっていうのは本来市場設計の段階で考えておかないとまずいはずなんだよな。で、少なくとも、これに近い、異常な状況っていうのは自由化された、世界のアメリカなんかの州でもいろいろ起きてたわけだから、多分そういうことが起きるってのは想定できたはずじゃん。でも日本はそれを、多分そういう異常時の対応っていうのを設計でちゃんとできてなかったっていうことかな。そうなんですよね。もうだからね、日本は電力自由化20年遅れたんだから、アメリカやヨーロッパよりもね。だからもう他山の石とすべき事例っていくらでもあったわけですよ。だよね。そう、だからそれを見てね、ちゃんと市場設計やっとけばよかったのに、今やり損なってたということですね。それで、こんだけの異常な価格の乱高下が起きるのに対応するんだったら、株式市場だったらね、取引停止になりますでしょ。そう、だからああいうね、サーキットブレーカーみたいな制度もないわけですよ。そうか、サーキットブレーカーないんだ。ないんですよ。で、ないし、それから、先物市場とかでも、最後はもう政府が介入して取引やめさせるみたいなね、いう仕組みもあったりするんだけど、そういうのも結局やってないわけですよね。それは言い方悪いけども、市場としてアウトだよね。で、そういうことが起きかねない市場なわけだから、これも世界でもそういうのが、価格が上がっちゃったっていうのはあったし、で、日本の場合にはさっきみたいなより特殊な構造だから問題が起きやすいっていうのは明らかだったんで、だからこれはもうね、完全に設計の欠陥。だなあ、確かに。で、ちなみに、今回の異常事態でさ、河野大臣のところでさ、いろいろ議論していたさ、資源エネルギー庁はどう説明してんの？今回の異常な原因とか、今後の改善の、方法とか。これまでは引き続き議論するんですけども、さっきみたいな話をすると、いや、まあ確かに問題なんですよね、いろいろ考えないといけないんですよね、みたいなことになって、はあ。さらに原因究明はしっかりやってくれるんだと思いますけども。ほう、じゃあ、エネ庁は言い方悪いけど、問題、何か市場設計に問題があったとはまだ認めてないわけだ。市場設計、問題あったことはあったと思ってるんだと思いますよ。いや、もうだって、あったとしか言いようがないですからね、こんなね。だって普通の寒さのね、寒波が来て、市場が狂っちゃいましたっていうのは、これも市場設計の問題なんですよ。でさ、で、この異常な市場の結果として、明らかにさ、いくつかの数の新電力会社さんはさ、もう経営やばいじゃん。で、実際も取引、電力供給停止してるところもあるじゃん。で、まあ、まだ潰れたところあるか分かんないけども、少なくとも、多分新電力会社は経営的にだいぶ追い込まれるよねと。これどうすんの？これは、河野大臣とこの会議やった時も、私もそこのについての発言をしたんですけど、まずね、新電力がかわいそうだから救済するっていう話じゃないと思うんですよね。これ、新電力にも責任があって、で、だってね、その欠陥なるおかしな市場だって彼らも分かってたんだから、最初から。で、分かっていて、リスクヘッジをせずに、そこの市場に参加をしていたっていうのは、これはもう責任があって。だよね。かわいそうだから助けてあげますの話じゃないと思いますと。で、ただ、一方でね、この大手電力が異常な価格での、利得を得てるっていうのも、これまた不公正なことだと思うんで、だここの負担の適正化の議論はちゃんとやらないといけないんじゃないのかと。そうだな。で、まあ、少なくとも電力供給を受ける消費者の側でとか企業の側でトラブったってとこはないよね。そっちはそっちで、だから事後的なね、その価格に伴うトラブルはもちろん起きてくるんだけども。供給に関してはそれで問題だよな。だええ。から供給義務は果たされたから、まあ、本当の最低限は満たされたけども、それで高い金払うかとかいろんな問題が残るかな。そうですね。で、そこの問題があり、それからやっぱりね、その新電力さんに関して言うと、やっぱりこんだけ異常な市場だっていうのがね、改めて分かったんだと思うんですよ。で、そうするともう、やっぱりこんな危ないところでね、ビジネスやってられないなと思って、どんどん撤退されていくところが増えるだろうなと。だよね。
これなんか4月ぐらいにいろんなその、この高い価格の生産の期限が来るんで、もうそれぐらいまでに経営破綻になっちゃうんじゃないかみたいなこともいろいろとあるらしいんだけども、まあ、それ以上になんか普通に考えたらここでもうビジネスやってらんないやと、うん、いうことになっていくんじゃないのかと。でそうするともう新規参入者がどんどんいなくなっちゃってね、結局その競争のない、うん、産業に戻っちゃうっていう可能性があるわけですね、この電力産業、電力市場が。まあそうだな、確かに。でこれまた大変なことで、やっぱりその競争とかね、うん、新規参入のない産業って進化しないわけじゃないですか。でそのなんか日本だけが古いエネルギー産業のまんまでいくっていうね、うん、このことになりかねない瀬戸際に実はあって、まあ、だからこそその市場設計の結果をねもう早急に直すというのを、これ資源エネルギー庁しっかりやらないと大変なことになるんじゃないのかな。逆に言えばさ、こういう状況でさ、下手したら自由化したはずは競争がなくなっちゃうという制度のを前提にさ、温室効果ガスの排出ゼロにしようとかさ、うん、なんかちょっと違う気がするよね。いやもうだからね、このなんかカーボンニュートラル2050年とかね、言ってる場合じゃないわけですよ。だよね。うん、言い方だけど、ちゃんと電力市場、やっぱ電力って温室効果ガスの排出で一番でかいところだから、うん、この制度をしっかりした上で、じゃあその市場がしっかり機能してますよねと、うん、その中で再エネをどれだけ使って増やしていくかっていうのが大事になるわけだから、そこの市場が機能してない中でさ、でとにかく、温室効果ガスの排出だけはゼロにしたいから、再エネいっぱい使いましょうねっていうのは、これ明らかに本末転倒だよな。うんうん、結構大変だなこれ。まあこれともかくちょっと政府がね、もうこんだけちょっと問題を起こしちゃった責任っていうのをしっかりと感じて対応をやってもらわないといけないと。しかしこれ世の中であんまり詳しく報道されてないな、これなんでや。そうですね、まあだからそのコロナの問題があったし、それかっていうのはまあもちろんあるんだけれども、やっぱりなんか関係者 その電力ビジネスに関わってる人たちだけの話だってみんな思っちゃうんですよね。まあ、本当は全然そうではなくて、これはかなり大きなことにつながっていく。いやそれでそのエネルギー供給構造が日本だけそのガラパゴスみたいなね古い状態になっちゃうということになったときには、これ今なんだろう、いろんなそのグローバルなビジネスで再エネ電力じゃないともう調達先から外すみたいなことをねやってるところもたくさん増えてる中で、うん、もう企業は日本に立地しないみたいなことも起きかねないわけですよね。そうだよね。だからなんていうか、最近すごく嫌だなと思うのが、テレビも新聞も最近とにかく最近というかこの1年ぐらいさ、コロナばっかりじゃん、うん、でその結果として何が起きてるかっていうと、こういう電力市場の異常な問題がちゃんと、報道されてませんと、ね、他にも重要な問題で報道されてるのがすごくあるんだよね、うん、できれば来週とかでも扱いたいんだけども、例えば2月1日にさ、中国がさ、海警法、海の警備の法律っていう恐ろしい法律を施行しちゃったんだよ。うんうん、で、これ明らかにさ、今日は詳しく言わないけども、これ、国連海洋法条約っていうさ、国際法上のさ、海洋秩序をさ、壊そうとしてるのにさ、うん、で、それほとんどみんなしっかり報道してくれてない、うん。で、一番の問題点を報道しないで、で、言い方悪いけども、なんか尖閣。で海上保安庁が、武力攻撃されるかもしれませんという一部のことだけしか言わない、うん、で実はこれに対して外務省の対応もすごい弱いんだけど、その部分も報道してないと、うん、だからなんかコロナも当然大事なことなんだけど、そればっかりになっちゃって他の大事な問題がほとんど詳しく、報道されなくなったなっていうのは、これ非常にまずいと思うんだよな。そうですね、うん、まあしょうがないけどね。まあコロナなくってもね、昔から大事なこと報じなかったんだけどねそれがより一層ひどくなってるな。そうですよね。ああ、そう考え。まあ、じゃあ、ちょっとそれ来週やりましょう。中国のやつ。で、あとはそれ以外何か扱ってか、そう、だから、もう一個あえて、だから、まだこれ始まったばかりの問題だから、これもコメントしておきたいけども、なんか、週刊誌報道はきっかけで、だんだんいろいろメディアも報道しだしてるけどさ、うん、菅総理の、ご子息が、いる会社が、総務省の幹部を接待したっていうことでさ、なんかだんだん問題になりつつあるじゃん。うんうん、これどう思う？まあなんかいや僕の感覚からするとね、そんな接待とかまだやってたのっていう、いや昭和の話だと思ってましたよ。
だからね、いや、これだから実はすごく思うところあるから、あえて言っときたいと思ったんだけども、やっぱりね、これいろんな人から聞いてる限りすごく感じるんだけども、結構水面下でさ、こういう接待って明らかに復活してるんだよね。で、これ正直言って総務省に限定した話ではありませんと。自分が知ってる範囲でいくつかの省庁の方々は、やっぱり、そういう誘いがあったら気軽に行ってるわけなんですよ。で、だから当然そうじゃない役所もあるわけだ。だからざっくり言えば、まあ、二つ三つぐらいの役所の役人たちは、非常に、こういうのに、表現悪いけど、スランクに行くっていうか、そういう傾向あるよな、と。で、そういう中で、総務省も当然それに入るよな、と。で、だからちょっと、今、週刊誌の中身読んでないし、マスメディアとかの報道レベルしか知らないんだけども、気になるのは、利害関係者かどうか、がすごく重要視されてるじゃん。もう総理の息子さんがいらっしゃった会社がさ、その総務省の関係で利害関係者になるのかと。でも、いいんだけど、冷静に考えたらさ、利害関係者じゃなくたって、役人が料亭で1人4、5万とか、の料理食って、お土産もらってタクシー代、タクシー券もらうっていうさ、そう、利害関係者になったら接待いいとかさ、今、国家公務員法上そうなってるんだっけ？なんか高額な接待とかは倫理規定でアウトになりますよね。利害そ関の処分された例がありますよね。係者だとダメだよね、本来は。だから、なんか利害関係者かどうかばっかり言われてるけどさ、本来、利害関係者じゃなくたって、そんなクソ高い料亭なんか行ったら、それだけで本来、僕はダメじゃないかなと思っていて、だから、なんかね、利害関係者ばかり強調されてるのはすごい不思議なんだよね。で、少なくとも本件から分かることは、やっぱり少なくともいくつかの役所の幹部の方々は、だいぶ脇が甘くなってるよね、と。で、利害関係者がないっていう多分言い訳で、そういう高額な接待を受けてる人他にもいっぱいいるよな、と。だからこれは本来は国家公務員制度の観点から言えば、決して褒められた話じゃないよな、と。で、原君はだからそういう言い方あるけど、接待が自粛禁止っていう時代に役人だったから知らないと思うけども、俺昔そういう前世時代いたわけですよ。で、それ、そういうの接待されてる人間の感覚から言えば、やっぱり今になって反省するのも遅いんだけども、やっぱり良くないと思うわけだ。で、利害関係者がない。で、それでいろいろ、やってもらう。でも、利害関係者なかったらいいということは全然ないわけであって、だから今回、まあ、どういう、結果になるかわからないんだけども、利害関係者がなかったら、利害関係者かどうかが大事ですみたいな感じの行動がだんだんね、プリマシいっぱい出ていて、じゃあ、裏を返せば利害関係者なかったら、そんな料亭バンバン連れてくのって、接待役に受けるのが、OK なのかよと。これ本来やるべきじゃないよね。OK じゃないよね。だから、これを機会に、本当は、だからなんか政権を追い落としとか、そんなくだらないことをやるよりも、やっぱ、公務員制度を改革でいろいろ引き締めた部分が若干緩んで、水面下で緩んできてるのがあるんじゃないかという、公務員制度改革の観点からしっかり反省する方が大事じゃないのかなって気がするんだけどね。そうですね。これ公務員倫理規定のなんかのルールとかもうちょっとちゃんと見直した方がいいかもしれないですね。これそれこそね、その90年代に最初にこういったルールが作られて、で、徹底されていた時期に私は役所いましたけども、で、その頃から言われてたのが、やっぱり普通に業界の人たちと情報交換することすら制約されちゃうと、倫理規定のためにね。っていう、なんかね、異常に厳しくなってるところがある一方で、さっきみたいなね、その利害関係者でなければ、なんか緩やかになってるところもあるとかね、なんかその利害関係者っていう定義もよくわかんないんですよね。っていうね、なんかね、ちょっとこのルールの設定の仕方がおかしくなってるところがあるんで、この際もう一回ちゃんと整理した方がいいですね。そう、だから多分そこのが全然しっかり明確にやられてないから、じゃあ利害関係者なかったらいいんでしょっていう甘えがあると思うんだよね。で、加えて言えばさ、今回もそうだけどさ、なんか公になって騒ぎになってさ、じゃあその飯代とかお土産代とかをさ、返金しましたと。いや、いいんだけどさ、返金すればそれでいいのかって感じじゃない。バカじゃねえかって感じするけどね。だから、本件は、だからなんか、多分、週刊誌とかメディアとか野党的にはさ、政権を追い落としに使いたいんだろうけども、多分問題の本質はそれとは全然違っていて、
やっぱ公務員制度改革で不十分、分かりにくい部分があるんじゃない、不適切な部分があるんじゃない、結果として、今の役所では、いい加減な接待復活してますっていうことを反省すべきじゃないのかなという気はするんだけどね。そうですね、公務員制度改革の話っていうのはね、なんか今、残業対策の話ばっかりになってるんですけど、やっぱりね、こういう締めるところちゃんと締めると、で、ルールをちゃんと明確にするっていうのはやった方がいいですね、これ、今、全部大事なことが河野大臣になっちゃってるから、いや、公務員改革も河野さんなんですよね、で、河野大臣、今、とてもここまで手が回らないと思うんだけども、まあ、少し考えて整理しておきましょそうだ、いや、俺はマジで利害関係者じゃなかったら、寮生バンバン言っていいのよ、絶対おかしいと思います。う。うん。将来的に利害関係者もなり得るってケースもあり得るわけだからね。ええ。考えてば情報交換は別に、昼間会議室でこういう遠隔でもできますっていう現実があるからさ。うん。だからちょっとおかしいよね、とそうですね。うん。いう気がします。ええ。じゃあ、それはまたやりましょそういう感じかね、と。ええ。じゃあ、今日はそんなとこですか。はい、はい、ありがとうございます。どうも。